じゃあ最後いきますね。はい。ウエストシャーリングキーネックワンピースになっております。はい、品番が E の2935。めっちゃ、もう私すごい自分が呼んでるみたいな気持ちになってました今。ごめんなさい。やばい、全然気づかなかった。やばい、やばい。仕事全然してなかった。ごめんなさい。はい。仕切り直して。はい、仕切り直して。品番は E2935 になります。はい。はい、お色がいいちゃん着ているのがブラックです。はい。はい。そして手に持っているのが、レイクドピンクです。レイクドピンク、はい、続いてベージュでございます。ベージュ、はい、そして原ちゃん着ているのはピスタチオでございます。はい、はい、全部で4色展開になっております。お値段いきます。じゃじゃん、2890円。イエーイ。そしてこちらも9月29日の水曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。はい、はい、じゃあどうぞ。はい、これはですね、まあ、ザ・綺麗めっていう感じの印象になるかなと思うんですが、このキーネックの、ね、デザインがここがこうちょっとキュッて詰まってると結構シンプルで普通かなと思うんですけど、うん、ここがまた抜け感が出ておしゃれだなって思いました。で、お袖がキャンディースリーブになっているので、このゴムゆるゆるゆる伸び伸びで、ゆるゆるではないです、伸び伸びでこうちゃんとこう止まってくれる感じなので、こう手洗ったりとかもすごいしやすいなと思いました。で、ウエストもこう、ね、ゴムがシャーリングなんですよ。これ普通に平ゴムだと結構苦しいものも多かったりするんですが、これシャーリングゴムなんでかなり、ほらめっちゃ伸び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 、すごい伸び伸び、そうこれ伸び伸び、すごいんです。これこれは妊婦さんもいけそう。ちょっといいとこ大丈夫ですかこれ。ね、いいはね、でもだいぶ、ね、上に上げちゃうな。ですよね、こうなりそう、はい、ここでこう。ただゴムが結構柔らかくて、そうなんです、伸び伸びやから、いいに持っていかなくても、うんうん、結構いけそうな感じはあるかな、うんうん、そうですね。なので逆に詰まりが終わってしまえば、あ、なるほど、って感じの感じではあります、うん、まあ、ちょっと、はい、全力でお説明はしないですよ、うんうん、妊婦さん向けですとは言わないですけど、うんうん、もしこのお湯を着られたいという方で妊婦さんの方がいらっしゃったら、はい、ある程度の期間までは、うん、意外といけるんじゃないかなって、はい、うん、思います、はい。で、丈はさっきもお伝えしてたんですけど、ちょっと短め、私だったら短め、うん、ですが、低身長さんはそのままもうストンと着ていただいてもいいと思いますし、うん、まあ、高身長さんだったらちょっとロングブーツとかこういうショートブーツ合わせて、ブーツ合わせでちょっと肌見せする感じで着ていただくのも可愛いと思います、はい。で、原ちゃんが161センチで、これぐらいの丈感ですね、うん、はい、足首は全部見える感じになるんですけど、これもすごい女性らしくて、はい、フラットシューズとかと合わせても可愛いです、うん、はい、うん、あとは結構レイヤードしやすそうなので、ニットベスト上からボソンって着たりとか、はい、スウェットとかざっくりニットとか合わせたりしても良さそうなので、結構いろいろ着回しが効きそうなワンピだなと思います。はい、以上です。はい、はい、なんかね、まだちょっとベージュに見えるってここいただくんですけど、これがベージュで、はい、はい、結構こんな感じで色味が違いますよ、うん、結構ね違います、うん、こう見るとやっぱり緑が強いし、うんうん、こっちピンクミン、ね、ベージュ、うん、ピンクミンベージュな感じです、うん、はい、はい、で裏地ありますか。裏地はねなしですね、これはないです、ついてないです、うん、まあ、ホイロつけてはないですね、そうね、ベージュはちょっと心配かもしれないんですけど、まあでもやっぱ好き通る感じがあるかも、だから、うん、黒だったらね、確かに光とか太陽光だったら透けそうな気もします、うん、黒とこの色はまだ安心ですが、うん、ベージュと今原ちゃん着てるカラーは透けは気になるかもなので、なので、はい、もし可能であればそれこそレタスで売ってるような、うん、ピッチのね、はい、スカートバージョンとか、あとはワンピースのですとか、うんうん、合わせていただくとより安心かなとは思います、はい、はい、ピンクも着てほしいです。あ、じゃあ、ゆーちゃんに着てきてもらおうかしら。ピンクですね、こっちですね。ピンク。はい。はい、うん。伸び伸びを伸び伸びやってて。伸び伸びやらせていただいております。あー、ジャスさん、結婚式にはどうですか？少しカジュアルかな？ちょっとカジュアル。短い。短い。カジュアルな二次会ぐらいだったら。だね。まあ、うん、
今時の結婚式やったらとも思うけど、でもまあ二次会ぐらいかな、うん、でもやっぱそこの結婚式のなんだろう雰囲気にもよるかなと思います。本当にね、最近は本当に普通の結婚式でもかなりカジュアルな結婚式される方も多いので、ただいわゆるザ結婚式に行くようなめちゃめちゃドレッシーな感じというわけではございません。はい、うん、これは低身長さんのがないのかな、ありがとうございます。はい、じゃあ行きますね、これかな。はい、あ、すごくいい丈でござる、うん、スニーカーを履いているが、うん、それでもくるぶし見えてる感じのいいですね。あ、確かに親に挨拶とか顔合わせとかに陽気そう、めちゃめちゃいいと思います。うんうん、あと一連のパールネックレス、おもいいと思います、うんうん、すごく、うん、綺麗めになりそう、より綺麗めになっていいと思います。はい、かわいい、かわいい、あと言い忘れてたけど肩もちょっとこうパワショルになってるのが女性らしくてプラスされますね、ここの袖の感じが。パワショルぐらいも程良いのでなんかブリブリなりすぎない感じ出していいかなと思います。うん、そうくんさん、あらぎちゃん光沢ある感じですかといただいてるんですが、光沢というよりこれはマット系な気がします。どっちかというと、うんうんうん、ね、なんか全体的にこうテカテカしてるっていうよりか、まあ、マットだけど光によってはちょっと光沢も見える感じですが、うん、ツルツルテカテカな感じの生地ではないです。はい、素材感伝えておきますと、これはポリエステル 97% ポリウレタン 3% です。はい、ピンクテラコッタっぽいですか、レンガみたい、なんか薄いレンガ色みたいな感じですよね。え、でもなんか落ち着いてて大人っぽい色してるね。そうですね、うん、落ち着いてる系、くすみ系だからなんか雰囲気が今日の最初のパンツとは正反対の感じですね、カラーの印象でいくと。はい、香りはどんなものが合いますか。それこそね、このカーデとかめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いと思ってて、ね、これにこれとかどうですか。でも原ちゃんの今のカラーにも羽織ってほしい、これめっちゃつるめっちゃ可愛いよね。間違えた、携帯持って行ってると思ったらハンガー持ってたやばいよやばいやばい、ベージュにブラウンめっちゃ可愛いと思うんです。このワンピースにめっちゃいいと思う、そう、相性いいかなと思いハンガーと携帯間違えはい、こんな感じですね、うんうん、あ、良いんじゃないでしょうか。めっちゃ可愛いですよねあ、七五三に着ていくのありですか。七五三だったらありじゃないですか。ありだと思います、ね、うん、なんかこれをもうちょっと私もブーツなんですけど、ヒールとか あの切れ目のパンプスとかでバッグとかも切れ目にしてもらったら良さそうな気がします。はい、いいと思います。はい、はい、確かに相性いいね、うん、そうなんです。まあロング系のコートとかも、あ、あれとかは全然かわいい、ね、そうですよね、こういう柄だってね、冬だからやっぱコートのね合わせとかもあると分かりやすいね。色合いとかめっちゃいいですよね、うん、この中からちょっとピンク系がね、なんかこのワンピースは一応全色とも、はい、だからそれこそすごいパキッとした色味じゃないから、うんうん、コートもね結構比較的合わせていただきやすいかもです。はいはい、通気性はどうですか。通気性はやっぱ、まあ、裏地もついてないのでかなりいいんじゃないかと思うんですけど、まあ、これからちょっと寒いなって方はタイツとかペチコートで対策していただいたら大丈夫だと思います。はいはい、あとね、袖口はゴムの後つくかな。でもこれね、ちょっとゴム若干きつめかもしれないです、うん、あの私キュッと見てなってる、じゃーんじゃーんって見せるようなものがないちょっとついちゃってますね。そうですね、はい、これはあの長時間同じとこだったら、うん、あ、私もついてる、ちょっと前なので全然圧迫しすぎてしんどいとかはないけれども、うんうんね、普通にゴムの肩がつくぐらいのゴム感、うん、はい、うん、ではあります、うん、はい、うん、卒業式でも大丈夫かな。卒業式は
黒にジャケットとかだったらいけるかもですけど、若干カジュアルかもしれないですね。マットっぽい素材なので、もうちょっとそれこそ卒業式って綺麗めだったら光沢がもう少しあるような生地の方が似合うような気がするんですけど、場にね、そうですね、だから式典、結婚式とか卒業式、入学式とかだったらちょっとカジュアルに見えがちだと思います、はい、ベージュはブルベの得意な色、でもあのピンクベージュのベージュからいけそう、うん、私とハラちゃんブルベなんでいけると思います。これはっていう感じかな、うん、ね、夏以外はいけることできそうかな。夏以外はそうですね、インナーにこうタートル仕込んでもらったりしてもいいと思いますし、でまさに今、うん、あとまさに秋、コーデで、はい、さっきコートを着てたので冬コーデな感じだからね、タイツとかも合わせてね、ぜひ、はい、あとスニーカー合わせてほしいです。あ、スニーカー OK です、うん、私ちょっと短くなるんで露出度が結構ありますけどね。私楽、いや全然参考までに、ね、よいしょ、中はね、ちゃんとね、インナー着ていただいた方が安心ですね。やっぱキーネックなので、あと程よくこの辺ゆとりがあるので、やっぱこう物取る時とかね、前かがみになるとやっぱ見えちゃうやつなので、ちょっと気にしていただきながらかがんだりとかした方がいいかな。インナーもきちんと入れていただいた方がいいと思います。お色教えてください。お色ブラックブラック、私イーちゃんが着てるこのピンク結構好き、かわいいですねこれも、うん、でもさっきピスタチオも好きやったかなね。はい、スニーカー合わせこんな感じですか、うん、ね、うん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 、ちょっとカジュアル、ちょっとカジュアルで、なんか斜めのチェーンの、あー確かに、とか合わせてもかわいいかも、うん、だね。まあバッグちょっとトートッカーにしてみるとか、これしてみてもいいかなと思います、うん、カジュアルなアイテムで合わせるっていうのもありです。全然はい、うん、カラバリもう一度見せていただけますか。カラバリがね、ちょっと待って、これいいですか、うん、いいよ、ごめん、僕ね、ベストを着てほしいって思って、あ、めっちゃ可愛いそれ、ベストを着ております、色味が合いますね、いいね、合ってるね。カラバリ、このピスタチオのこのカラーと、さきはらちゃん着たベージュと、この色とブラックです、うん、はい、はい、ベスト合わせてほしいですあったんですけど、ベストももう全然、もう安泰で合います、はい、はい、はい、ね、ワンピースの品番は E の2935 でございます。はい、で真冬は寒いかなとありますが、うん、まあこれ真冬に1枚は寒いと思うので、はい、中にタートル入れていただいたりとか、うん、下でタイツ履いていただいたりとかして、はい、着ていただければ大丈夫かなと思います、はい、腕の周りはゆとりどんな感じですか。しっかりゆとりあると思いますよ。二の腕とかもかなりこれカバーしてくれるタイプだと思うので、幅はしっかりあります。ピタピタにはならないと思いますこれは、はい、ジレとか上に羽織って合わせたら変ですか。可愛いと思います。ジレ系ちょっと今日はないんですけど、うん、ジレ合わせていただいて、もうなんかジレって結構下にワンピとか、うん、もうベーシックな、ね、シンプルなもので合わせていただいたら全然決まるのでいいと思います、うん、はい、はい、ブラック即答だねブラック、私はブラックが好き、はい、でピスタチオね、はなちゃん最初着てたんですけど、はい、ちょっとイーちゃん変わってる感じで、はい、こんな感じです。下っても柔らかい色、柔らかい色やね、淡い色で明るめなのでね、はい、合うんじゃないかなと思いますよ、うん、はい、はい、シワになりますか。シワはね、まあ、なるのはなりますね。でも、うん、でもまだなんか洗って絶対必須かって言われたら干し方の気もする。こうちゃんとつって干してたら、まあ、でも心配な方はスチームアイロンぐらいはしていただいてもいいかなと思います、はい、そんなに気にならなきゃ、ね、そうですね、うん、年100ほどではならない、
あとはこうデザイン性があってこうちょっともともとクシュクシュっとはしてるので、うん、なんかピーンってなってるものに比べると柔らかい感じでシワもあっても大丈夫だとは思います。はい、はい、うんうんうん、シャカシャカなりますか？シャカシャカならない、まあ、めっちゃこすったらなんかシュ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 ってはなるけど、普通にやったらナイロンとかは入ってないので大丈夫ですよ、うん、はい、はい、こんな感じかな、うんうん、はい、ちょっと同じね質問がいくつかあったので、はい、あれですが見てたかな、ベストマッチ、ベストだけにうまいうまいという感じでちょっとね、はい、もうそろそろ2時間経つので、はい、この辺でじゃあ終わりますか。はい、はい、今日の